G7 仙台科学技術大臣会合の開催まであと25日です仙台市は今日開催に向けた会合を開き各国の閣僚に贈られる記念品の皿を公開しました G7 仙台科学技術大臣会合は来月12日から3日間大白区秋内区を会場に開催され 科学技術分野での国際協力や研究成果などについて意見が交わされる見通しです。今日仙台市役所で開かれた推進協力委員会では、一昨年の岸田総理への襲撃を受け警備体制の強化が確認されたほか、各国閣僚などに贈られる記念品が披露されました。閣僚への記念品は青葉区の陶芸家。 岩井淳さんが制作した皿です。深い青は仙台の星空、世界とつながる空をイメージしています。万全の警備体制を整えて万が一に備えるということでございます。イタリアのローマで行われた古典ではですね、そのお皿の模様が天空の空の星を想像させるとして大変高い評価を得た。 開催まであと25日。会合の成功には開催機運の醸成が欠かせないとして仙台市はさまざまな取り組みを計画しています。 市民の皆様に広く知っていただくというところで、あの仙台駅のほうにです、ね、あのお迎えゲートとか、あとはあの市役所の本庁舎に懸垂幕なんかもです、ね、新たに設置をしてです、ね、機運醸成を図っているところでございます。現在は市内にフラッグなどを掲げているほか、 今月26日に開幕する全国都市緑化仙台フェアとも連携し相乗効果を生み出したいとしています。